はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、気になるニュースに関して取り上げさせていただいて解説させていただきたいと思います。毎日が出している記事なんだけど、ベトナムにおいてということで、ちょっとこの記事を読ませていただきたいと思います。お題としては、ベトナムで感染力強い方のコロナ流行か、首相が拡大防止へ、重要な時期というふうに出している記事、この件に関して読ませさせていただきたいと思います。新型コロナの感染拡大を封じ込めてきたベトナムで再び流行への懸念が、強まっているということです。7月25日に中部の観光都市ダナン市で約3ヶ月ぶりに市中感染が確認され、同31日には初の死者も発生、3日現在の死者は、6人となっているということで、これまでにない感染力が強いタイプとされ、当局が警戒を強めているということです。保健所によると、亡くなった6人は50代から80代で、いずれも複数の基礎疾患があり、ダナン市内の複数の病院に、入院通院していたということで、グエン・スアン副首相は3日の政府定例会合で、8月初旬は、大規模感染を食い止められるかどうか決定的に重要な時期だと述べたということです。ベトナムの感染者数は3日現在621人、厳格な入国管理と感染者らの徹底隔離などを、感染を抑え、日本との往来は6月から制限を、段階的に緩和していたわけです。その中で4月中旬以降、感染は帰国者らに限られていたが、7月25日にダナン市で地元住民の市中感染が判明してから新規感染者が増えたということで、保健者によると、患者から採取したウイルスの遺伝子はこれまで国内で発見された5種類の新型コロナとは型が異なり、感染力が強いタイプだということで、この件に関して言及させていただきたいと思います。このいわゆる、新型コロナに関して、複数の種類、多くの種類が、多くでもない、いくつか結構種類があるわけです。その中で例えば欧米型、中国型とかいろいろあってあるわけで、それによってもちろんワクチンはそれぞれのあれでね、開発していかないといけないわけだけど、その中でベトナムにおいては少ないと言われてました。ただ俺は自分は思ったのはやはりベトナムという国は国民皆保険じゃありません。そしてその中で 若年層の比率がやはり高いので、若い人々ってはほとんど風邪のような状態で終わる人が多いわけであって、その中で今回亡くなった方は50代から80代ということでね、それが明るみになってきてるっていう感じかなって感じはします。国民皆保険であればお金がなあんまりなくてもね、あれ7割、日本だと7割引きじゃないですか、で病院にかかれるんだけど、お金がない家庭だとなかなか病院にかかれないのが実情で、単なる風邪だと思ってね、そのまま終わってしまった、推定感染者は実際ベトナムには多いと思うんです。これはもちろん日本においても同じような形で、第1波に関して、もっともっといたはずなんです。で第2波に関しては結局積極的な検査をしている結果が、今こういう形で感染者が出ているわけです。その中で注目していくべき点は、日本の致死率と重症化率の低さという点もやっぱり皆さん見ていくべきです。常日頃この中でね、メディアから流される情報が、感染者が何人出ましたっていうね、その中で結構多くの人からね、大丈夫ですかとかね、心配ですとかね、毎日で来る人もいるんだけど、それ結構ね、かなり多分ね、心配しすぎちゃってるんじゃないかなって感じはします。実際のところ、気をつけなければならない人っていうのはやはり年齢がね、ある程度高齢者の方、70代以上とか、あとは基礎疾患がない方、免疫が弱い方とか、病気を持ってる方とかね、そういった方はやっぱ十分気をつけないといけないし、そのご家族の方も気をつけないといけないんですね。そこのところなんだけど、それ以外の方であれば十分気をつけて、いわゆる3密と呼ばれるところに行って、うすって人に撒き散らすようなことを、声をしない限りは、移ってしまった場合はしょうがないと思うんですね。それはね、だから、その中で、今いわゆる感染者がかなり激増してますよね。10日間、1週間で1万人増えているということで、その中で死亡者の数っていうのは1000人ちょっとであまり変わってないんですね。感染者がこう伸びてるんだけど、死亡者の数変わってない、重症化率もそんなに高くはない。そう考えていくと、いわゆる重症化率、致死率に関しては、非常に日本においては低いものということで、あるとは思います。だからあまりにもね、もうノイローゼになるぐらい心配される方もいらっしゃるんです。その中で自分もよくコメントもメールでいただいたりするんだけど、ものすごいそこまでね なるってこともダメだ、あまりにもやっぱり恐れすぎてもダメだし、あまりの楽観してくるのもダメなんで、十分気をつけてね、この時期は不要、なるべくあんまり移動しないとか、なるべくそういう3密の店を利用しないとかね、そういったことを心がけながらも、
経済回していく、ね、例えばどっかの店行くときもちょっと混んでない時間に行ったりちょっと間が来たりとかねするとか、そういう工夫が必要で、混雑してるところであれば、電車の中乗るのであればもちろんマスクはしないといけない、まあ、外であんまり人がいないとか別にマスクする必要はないと思うしね、熱中症になる可能性もあるからね、そういったところかなって感じはします。いずれにしてもこのベトナムということでちょっと気になりますけど、現地在住者の方、もともとベトナムは赴任しましたから仕事でね、現地採用のとか、まあ、駐在してる人います。でその中でいろいろ聞き取り調査をしていこうと思ってます。映像とか画像もちょっと送ってもらって、その中でアップをしていきたいと思ってますので、ご報告を、ね、させていただきたいと思ってます。その中でまたね、まあ、有意義な情報ということを発信させていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。皆さんもね、何か質問とか、海外のこととか、旅行のことで質問がありましたら、このようなことで、形でね、言及させていただきますので、ぜひともね、要望いただければと思います。ということで、チャンネル登録、もしいただいてない方がいたら、チャンネル登録いただけ、これからもね、有意義な動画発信をしていきますので、どうぞよろしくお願いします。